こんばんは、イシケンです。はい、今日はですね、ミャンマーが今ね、ちょっと騒がしいというか、クーデターが2月1日に起きて、で、世界中でですね、報道されているという感じなんですけど、まあ、そもそも皆さん、ミャンマー、どんな国というか、まあ、そのクーデターってなんで起きたのみたいなところを、まあ、今日はちょっとやっていこうかなというふうに思います。で、ミャンマーといえばですね、今回その拘束されたアウン・サン・スー・チー氏という人がですね、まあ、非常に有名な人なんですけれども、実は彼女ってその昔はノーベル平和賞を取った、まあ、本当にこう民主化、ミャンマーを民主化した聖人みたいな、もうなんか聖なる人って書いて聖人みたいな、もうすごい扱いだったんですよ。だけどここも 2,3 年に関してはかなりその評価が一変してて、国際社会からめちゃめちゃ非難されてるんですよね。なので、そんなアウン・サン・スー・チーさんが、軍部、まあ、ミャンマーの国の軍ですね、国軍ですね、から拘束されたっていうことで、その軍に対しても批判は当然集まってるんですけど、ここ数年、アウン・サン・スー・チーさん自身にも批判が集まってたっていうことで、まあ、要は話がこうかなりごちゃごちゃしてるということで、まあ、今日はこの話を、まあ、分かりやすくこう整理して、皆さんと一緒にこのミャンマーで何が起きてるのかっていうことを、まあ、ちょっと学んでいこうというそんな動画になります。はい、ということで僕がですね、ヘッドラインというメディア、ニュース解説のメディアの方で実はこのミャンマーでなんで、クーデターが起きたのかっていうことを書いてるので、詳しい、もっと詳しい情報を知りたいよという人はぜひそちらを見てみてください。で、まあ、そこの内容をちょっとかいつまんで、今回この動画でご紹介するという感じになるんですけれども、まあ、早速ですね、このミャンマーで、なんで起きたのかという話をしていきたいなというふうに思います。はい。ということで、まずですね、ミャンマー皆さん、どこにあるかというとですね、アジアの中でも、タイの隣です。タイと、それからバングラディッシュの間。で、上は中国ですね。昔はビルマっていう国の名前だったんですけれども、ベンガル湾に面した、国と。いうことになります。で、このミャンマーでですね、今回その軍がクーデターを起こしてアウン・サン・スー・チーさんを拘束したわけですけれども、じゃあ一体なんでこの両者が対立しているのかというところからちょっと見ていきたいなというふうに思います。で、実はこれ日本もめちゃめちゃ関係しているんですね。で、それは何かっていうと、これミャンマーという国の、歴史の話からこれスタートしなくちゃいけないと。で、なんでかというと、実はですね、第二次世界大戦の時に、もともとミャンマーっていうのは、このさっき言った通りビルマっていう国の名前で、イギリスが植民地にしてたんですね。で、日本っていうのは、当時そのアジア中にこう進出して、大東亜共栄圏つって、まあそのアジアを取り戻すぞと、ヨーロッパの植民地からアジアを取り戻すぞっていう名目でね、あくまでこれ名目で自分たちも進出して植民地化していくわけですけれども、まあそういうことを言いながら、中国だったりとか、それからフィリピンだったりとか、まあ、いろんなところにこう進出していくわけですね。で、その中の一つがこのビルマ、というミャンマーですね、現在の。ということでですね、そのイギリス軍を日本軍がタイからこうガーッと北上して、で、戦争して、で、追い出して、で、日本が、1942年から終戦の時の1945年まで、支配していた、統治していたということになります。で、その時にですね、実は、このミャンマーの軍、まあ当時のビルマの軍を一部ですね、こう、俺たちがそのイギリスからお前らを助けてやるから、俺たちと手伝ってくれよと、俺たちと一緒に戦おうぜって言って、義勇軍みたいなのをこう組織するんですね。で、その義勇軍のリーダーっていうのが一人いて、それが何かっていうと、アウン・サン将軍っていう人なんですね。まあこの名前が一緒ということで、まあ想像した通り、アウン・サン・スー・チーさんのお父さんなんですね。つまりこの日本軍がアウン・サン将軍と一緒にミャンマーをこうイギリス軍を追い出して日本の支配に、まあ、したと。なんですけど、まあ、当初その日本軍は俺たちがこう取り戻してやるぜみたいなこと言ったのが、まあ、全然なんかあいつら日本軍もそのままにしてるし、なんか全然出ていかないし、なんかこれ別にイギリスが日本に変わっただけじゃん、ミャンマー独立しねえじゃんっていう風に思ったアウン・サン将軍が、じゃあ今度はもうイギリスと手を組んで、今度こそ独立するぞと言って、クーデターを起こすんですね。寝返るんですよ。で、そうすると今度は日本軍がこう追い出されて、
イギリスとかそれから中国とかアメリカとかいわゆる連合国軍ですね、あのドイツ、日本、イタリアっていうこの、国と戦ってたアメリカとかイギリスとかフランスとかそういう連合国軍が、このミャンマーでも、再びこの、まあ、この場所の、まあ、統治を行うと。で、まあ、戦争があってその後ですね、このアウンサン将軍っていうのはあのイギリスの政府と交渉をして、いやいやもう戦争も終わったし植民地じゃなくて俺たちで自分たちの国のことを決めさせてくれよっていうふうに言って、でこの無事にこのミャンマーが独立を果たすという話になります。なんですけど、まあ、ここからちょっとですねまだややこしくなるのが、あ、じゃあめでたしめでたしというところなんですけど、このもともとこの地域がですね非常にそのいろんな民族がいたりとか、あとはその中国が当時はですねその共産党がこうまだできて、なんかわちゃわちゃ内戦とかをやってたりして、こういろいろこう中国から人が流れてきてたりしてたんですね。でその結果実はこのミャンマー自身もすごいこう政情が不安定で、なんかうまく国内をまとめられないと。でその時はですねもうアウンサン将軍っていうのが暗殺されて亡くなっちゃってたんですね。そのアウンサン将軍ってめちゃめちゃ尊敬されてて、その建国の父みたいな、アウンサン将軍がイギリスと交渉して俺たちの独立を勝ち取ったんだというふうに思われてるんで、すごい尊敬されてるんですけど、もうこの時は暗殺されて死んでると。なのでこう国内もうまくまとまらずにごちゃ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 してたという時に、この1960年代の、まあ、頭ぐらいですねに、ネ・ウィンという人がですねクーデターを起こして軍事政権を作ると言って、このごちゃごちゃした、ミャンマービルマをこう今度は軍事政権が統治するようになった。だからあれですね、そのアウンサン将軍がこう義勇軍を作ってその軍隊の流れをずっと継いでたあのミャンマーというかビルマの軍っていうのが今度は、ビルマの政府になった、ビルマでこの軍事政権を作ったっていう、そんな流れになるわけですね。で、まあ、ずっとこう軍事政権が続いていくんですけど、まあ、ある時ですね、1988年にですね民主化運動が起こるんですね。いや、まあ、軍事政権がその国を作る上で、まあ、頑張ったのもまあわかるし、あのその後混乱しててあなたたちが前してたのわかるけど、やっぱり民主化しないとダメだよっつって、若い人たちが、とか、まあ、こう、結構国を挙げてですね、民主化運動をわーってやるわけですよ。民主主義を俺たちの国でもやってくれっつって、声を上げるんですよ。なんですけど、軍事政権はですね、いやいや、お前らちょっとまだ早いぞと、民主主義なんてまだ許さんって言って、こう、弾圧するんですよ。で、その弾圧した時に、この民主化運動の方のリーダーになったのが、このアウン・サン・スー・チーさんなんですね。でアウン・サン・スー・チーさんってあのしばらく海外に行ってたんですけど、まあ、ちょっとお母さんがちょっと病気だっていうことでたまたま戻ってきてて、で演説をしたらですね、もうあれよあれよという間に人が集まって、でやっぱお父さんのイメージもすごいあるんで、あ、娘が今度は我々のこう民主主義を取り戻してくれるみたいなふうにこう国民も思ったんでしょうね。でこうアウン・サン・スー・チーさんっていうのがこう民主主義のリーダーとして立っていくと。でそこからこの軍隊アウンサンスーチーさんっていうこの構図ができて、で今に至るんですね。で当時はやっぱそのノーベル平和賞とか、もうとにかくそのアウンサンスーチーさんっていうのがミャンマーの民主主義のために頑張ってる人みたいなイメージだったんですけど、実はですねこのアウンサンスーチーさん20年ぐらい軟禁されて、その後にですねやっと出てきたと。で出てきて今度はアウンサンスーチーさんがよし軍と戦うぞっていうことじゃなくて、今度はもうこれは軍と戦ってもきついなと、だから手を取るぞと、協力するぞっていう戦略を取るんですよ。でそしたらあの軍とまあ一緒にこう妥協とか交渉しながらなんかいい感じにミャンマーの政治を進めていくんですけど、まあ、その過程でですね例えばこう有名なのが、ロヒンギャっていうまあ問題があるんですね。これはまあちょっと別途ね非常に長くなるんでやるんですけど、まあ、要は難民が、たくさんこのミャンマーでいるんですね。あの超ざっくり言うとミャンマーって仏教の人が多いんですけど、ロヒンギャってあのイスラム教の人が、多いんですね。でこの人たちをそのミャンマーの人がこう迫害してるということで結構こう国際的な問題になってるんですよ。ロヒンギャ難民を、まあ、あのミャンマーはどうにかしろとずっとこれ言われてたんですよ。でここにですねあんだけ民主主義だとか人権だとか、あのアウンサンスーチーさん素晴らしいって言われてたのが、今度はこのアウンサンスーチーさんが、ロヒンギャ、いや別にそんな大した問題じゃないよと、
仏教徒だって別に苦しい立場追いやられてるし、二人が衝突してるだけなんだから、いやなんか軍も頑張ってるしみたいなことを言い始めるんですよ。そしたら今まで国際社会はアウンサンスージーアウンサンスージーって言ってたのが、あれみたいな、この人本当にその人権とか民主主義の、まあ、聖なる人なの、聖者なのかと。でまあこれ考えてみたら皆さん分かると思うんですけど、その聖人君主なんていないわけですよ。どんな人でも政治的に例えばある面は妥協して、ある面は、譲れなくてとか。でまあ別にアウン・サン・スー・チーさんを聖人のように見なしたのは勝手にその外国の指導者なわけですよ。あのアメリカとかイギリスとか、まあ、日本もそうですけど。だからアウン・サン・スー・チーさん自身が変わったのかどうなのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、少なくとも今まで勝手にそういう、こうイメージを押し付けてたのがこれ180度変わってきたんですね。っていうことでこのアウン・サン・スー・チーさんにも批判が集まって、で軍にもまあ相変わらずですね、その軍事政権というか、まあもうその軍の影響力、軍とアウン・サン・スー・チーさんは協力してるんですけど、でもやっぱり軍の力が強いっていうことで、いやこれミャンマーがまだまだ本格的に民主化するには時間かかるよねっていうことが言われてたんですね。でじゃあ今回なんで、クーデターを起こしたかっていうと、やっぱりそれでもアウン・サン・スー・チーさん人気なんですよ、国内で。で国内で人気だから、いやちょっとまあこのままだと、まあアウン・サン・スー・チーさん人気強すぎて軍の立場危ういよねって言って、今回クーデターを起こしたんじゃないかっていうことが言われたりしてます。まあそれ以外にもその憲法を変えようとしたからとか、あの軍の中で、その軍のトップがですね、定年が近づいてきて、まあ、そのあたりを見越してっていういろんなことが言われてるんですけども、基本的な流れっていうのはやっぱりその軍とアウン・サン・スー・チーさんの対立の問題がやっぱずっとあって、で、それがですねやっぱりアウン・サン・スー・チーさん の人気とか影響力っていうところに警戒して、やっぱり軍がこれに耐えきれなくなったというところが、まあ、現状の話になるというところになります。はい、ということでですね、まあ、今日はあのちょっとこのミャンマー情勢非常に複雑だったので、まあ、今回の、ね、説明で本当に皆さんがちょっと分かりやすかったなって思ってくれるかどうかちょっと分かんないんで、ぜひね、まだちょっとこう一回整理して読みたいという人はこのヘッドラインの記事を読んでくれれば嬉しいですし、何かね質問とか、それから、こういう気づいたこととかあったらコメントなんかでも教えてください。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。面白かった、参考になっている方はチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。